こんにちは、真田光明です。今日はですね、世界遺産の笠見田から修羅の未来、宿命と筆命についてお話ししたいと思います。たくさんの修羅を排出して、たくさんの修羅を鑑定してきた僕ですけど、例えばですね、ある1ヶ月間だけで50人連続命運鑑定を行って、過去の年当てを全て的中させてきました。未来に大儲けする年、結婚の年とか、妊娠の年月まで過去に経験して、結果ピタリと的中させることもよくあります。統計的に的中率だと見ると、人生は宿命によって、ね、定まっているんだと楽観しがちになりますよね。けれどもそれは修羅の美学ではありません。命運は宿命によって決まっている。そういうふうに悟った感じになってしまっては本当の修羅にはなれません。仮に未来に対する落ち着きが宿命感から来た諦めのようなものだとしたらですね、それでは宿命に縛られている凡人へと成り下がってしまいます。修羅にとって本当に重要なことはですね、自ら命運を築ける立命です。自分にとって都合の悪い未来を排除して、自分にとって都合の良い未来を選択する、そのための日々の思考と言動の積み上げなわけなんですね。宿命とかでですね、縛られることがない幸せな人生を自ら想像できるわけです。僕の鑑定を受けた修羅たちの未来はですね、命運のシナリオとは全く異なる流れが起きることも多いです。都合の良いところだけ的中させて、都合の悪いところはスルーしてしまったり、逆に後期へとくるりと転換してしまったりできるからですね。真田光明さんの鑑定を、毎日が金運、毎日が恋愛運のようになりました、そうおっしゃっていただける方も少なくはありません。このように修羅というものは立命、つまり自分で自分の命運を想像することができるわけですね。僕の命運鑑定はそのお手伝いをするに過ぎないわけです。